おはようございます。3月7日木曜日の東京インフォメーションです。東京都立大学オープンユニバーシティではオンラインスペシャル講座の受講生を募集しています。この講座はオンラインならではの特性を生かし、東京都立大学の教員をはじめ、さまざまな分野の研究者や専門家が登壇して、ユニークで興味深い講座を行っています。今回は、来月から始まる数学発展の歴史や、関連する分野の話題など、今なお進化し続ける数学の力を考える講座を紹介します。数学は人類の歴史と同じくらい長い歴史を持つ学問であり、人類の純粋な知的活動により進展してきました。高度に一般化、抽象化された現代の数学は、一見すると我々が生きる現実社会とはかけ離れた存在であるように思えるかもしれません。しかし、そのような現代の数学もいつの日か我々の現実社会に役に立つ可能性を秘めています。今回のオンラインスペシャル講座では、東京都立大学理学部数理化学科の8名の教員が、数学の歴史や数学のさまざまな分野の話題、数学上の未解決問題の一部、関連する応用分野との関わりなど、数学の力について考察します。第一線で活躍する数学者たちの講義を通して、数学の最先端を覗いてみませんか。数学に興味のある皆さん、時代を担う高校生の皆さんに、現代の数学に触れていただく機会となれば幸いです。講座のスケジュールは、来月13日から6月22日までの全8回のシリーズ講座です。定員は一般が60人で、高校生が40人です。受講料は一般が1万6000円で、高校生は無料です。また他にも、昭和ブギウギ近代音曲史入門、日本の魅力ある博物館美術館シリーズ、国立アイヌ民族博物館ウポポイができるまで、続世界の食卓から社会が見えるをオンライン講座で行います。受講を希望する人は、東京都立大学オープンユニバーシティのホームページからお申し込みください。都は 5G 技術活用型開発等促進事業、次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業のデモデーを開催します。デモデー2024、次世代通信によるスタートアップの躍進は、今月14日木曜日午後2時半から4時40分まで、有楽町にある東京イノベーションベースで開かれます。参加を希望する人はホームページ内にある申し込みフォームから、今月13日水曜日の午後5時までにお申し込みください。都立公園のスポーツ施設の予約システムが新しくなりました。新たな予約システムは、今月1日から都立公園スポーツレクリエーション予約システムになりました。今年4月分以降の抽選申し込みから運用開始しています。この新システムでは、利用者登録のオンライン化、利用者カードの電子化が実施され、施設使用料のクレジットカードによるオンライン事前決済が導入されています。一方で、プッシュボタン式電話の予約方法は廃止となっています。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますので、ご活用ください。
ここまで東京インフォメーションでした。